え？面白い漫画を山のように？元山くんが貸してくれるって言うんだ。ドラえもんが好きな暴れちゃんもあるってよ。え？本当に？うん。これから僕が元山くんの家まで借りに行ってくるよ。わーい！やった！でも、その前にちょっと休憩。え？すぐ行かないの？ちょっと疲れちゃって。あー、なんだか喉が渇いたな。はいはい。はい、お茶。サンキュー。お菓子もあるといいんだけど。どうぞどうぞ。あーむ、あーむ、疲れてるなら肩ももんか。いやー、ありがとうありがとう。いいね。ふぅ。ねえ、まだ漫画借りに行かないの？行きたいと思うんだけどね。じゃあ早く行きなよ。何しろ元山くんの家は遠いでしょ？あの距離のことを思うと、もうだるくてだるくて。じっとに情けない！子供がそんなことでどうする？子供だって疲れるよ。怒ってもしょうがない。漫画読みたいもんな、今日だけ。風呂敷タクシー。え、タクシー？どこどこどこ？これを貸してやろう。何それ、風呂敷じゃない。乗っかるだけでいいんだ。え、どうしてこんなの持ち上げなくちゃいけないの？君は運転手になったんだ。運転手？変だね。ちょっと、なんで？運転手はお客の言う通りに動く。降ろしてよし。降りたいときは降ろしてって言えば降りられる。なんてことさせるんだ！もう！めいめい、これを使えばどこへでも楽に行けるじゃない。え？なるほど。乗ればいいの？そうさ。危ないところだった。包みを見たら嫌おうなしに運転手にされちゃう。早く誰か来て運んでくれないかな。あら、何かしら。重たい。静かじゃん。悪いけど元山くんちまで。静かちゃんじゃかわいそうだな。下ろして、のび太さん。女の子じゃダメだな。力持ちに来てほしいぞ。あ、良さそうな人が来た。あれれれれ。いやー、悪いですね。元山くんの家までお願いしま。どうかしたの？トイレに行きたいんだ。早く行かないと漏れちゃう。そりゃ大変だ。下ろして。困るんだよな。力持ちで暇な人が来てくれないと。あ、いいのが来た。暇そうだ。おい、ジャイアン、ジャイアン、こっちこっち。ご苦労さん。元山くんの家までお願いします。ふざけんな。誰がお前の言うことなんか聞き。降りる。お客には逆らえないんだ。誰が客だよ。はい、出発。早い早い。あ、ストップストップ。ここを右に曲がって。おい、元山んちは左だろう。いいから右に行く。快適快適。次、左ね。どうでも。次は右と見せかけて左。こら、のび太、いい加減にしろ。よしかい。
やだよ、絶対怒られるって。撃ったスネ夫の責任だよ。違うよ、取らなかったお前らの責任だろ。だいたいあのボール買ったの僕なんだからな。じゃあスネ夫が行けばいいだろ。みんなお困りのようだね。ここはこの僕に任せてもらおうか。はい、ストップ。ボールはあったあった。おい、のび太、これはまずいって。それじゃあ行こうか。はい、前進。おい。ストップ。ほい。サンキュー。こりゃ。またお前か。風呂敷のせいで、で俺がタクシーで、でそんで火が煙るよ。ほら、もっとスピード上げて。のび太、覚えてろよ。元山くんの家に着いた。ご苦労だったね。下ろしていいよ。くわな。あのひょっとして怒ってらっしゃるのかしら。のび太、やっぱり取りやろう。こいつのせいだな。なるほど、そういうことか。さあ出発だ。勘弁してよ。うるせえ、お客の命令は絶対だぞ。こりゃ楽ちんで。いや、そこを左に曲がれ。終わり、右だ。ちょっとジャイアン。もっとスピードを上げろ。ちょっとたけし、何やってんだよ。お母ちゃん、配達手伝う約束だろ。よかった。ほら、配達だってさ、降りなきゃ。いや、まだだ。さあ配達に行くぞ。まずは伊藤さん力だ。あっという間に終わったな。しかし乗ってるだけってのも少し飽きたな。そうだろう、そろそろ行くぞ。ハロー、ちゃんと取れよ。さあ来い。オーラ運転手、さっさと走れ。バックバック。あ、左、あ、右。やっぱ左だってぜ。遅い、遅すぎる。漫画はまだか。のび太くん、何をぐずぐず。ほらほら、遅いぞ。ほら早く、ほら。何やってるんだよ。どうしても運転手をやめさせてくれないんだよ。ねえ、そろそろ許してやってよ。こんな便利なものやめられるかよ。のび太にはこれからもずっとタクシーでいてもらうぜ。そんな、弱ったな。そうだ。何すんだよ。いや、困ったね、ジャイアン。あのボール通してほしい。どうするって、さっさと屋根から降ろす。あぶね、もう少しで騙されるとこだったぜ。誰があれを言うか。さあ視力検査です。はあ、このちっちゃな字、ジャイアンには読めないだろうな。バカにすんな、余裕だぜ。おろす、ドラえもん。このまったく油断も隙もないぜ。俺がおろっ、あれを言うはずがねえだろう。のび太はこれからもずっとタクシーだからな。ドラえもん。ちょいとたけし、夕飯作るの手伝っておくれ。俺、俺がやるのかよ。おい、ジャイコ、代わりに大根おろしてくれ。おろしてくれ。はあ、しまった。やだー、助かんない。そうはいくか、もう一回。たけし、手伝いな。
わかったよ。のび太くんよかったね。うん。僕、本山くん家に漫画借りに行ってくるよ。うん、頼んだよ。それじゃあ、あとはこれを片付けて。ドラえもん何やってんだ？本山くんの漫画も借りてきたってのに。おーい、ドラえもん。あ、ドラえもん。確かこの辺りだと思ったんだが。何やってるの？どうしても山本さんの家が見つからないんだよ。やっぱりあっちだな。やっぱりあっち。この番組。